マリポのキーニチだ。よろしく頼む。依頼を出すときは報酬の額を提示してくれ。ん？それで終わりか？はあ、お前ってやつはせめて仕事がいかに早くて的確か、あと過去の戦績も並べて安心して任せられるっていうのをアピールしたらどうだ？んで相手の期待が高まったところで見合う報酬を望むっていうんだ。商売の小の字も知らねえのか？偉大なる聖竜グフル・アハウがお前みてえな間抜けと契約を結んだって考えると、はあ、穴があったら入りたいぐらいだ。アハウの性格は知っての通りだ。だからこいつの言うことはあまり気に留めないでくれ。キーニチこの野郎、ここから出たら後悔させてやっからな。空からケツの光った虫でも落ちてきたのか？ま、大した光じゃねえな。お前はその虫の光にも及ばないだろ。な、もう一回言ってみやがれ。土が雲と交わり、闇が野原を飲み込むとき、我が輩が強風を吹かせ属性を焼き払ってくれよ。ホラーを吹くのも大概にしろ。この天候でエクストリームスポーツをやったら難易度が増すな。試してみたらどうだ？お前の勇姿を見せてくれよ。キーニチ、お前なんで自分に人気がねえか理由を考えたことあるか？夜になってもなかなか寝つけずに月を眺めながら身もだえてただろ。この知恵の聖竜ググルアハウが目の前にいるのだ。我が輩の前でひざまついて教えを請えば、この知恵を授けてやらないこともないぞ。少なくともお前の信者たちが殴りたくなる気持ちは分かった。お前が望むなら冒険者協会の依頼を分担してやってもいい。とにかく一番厄介でややこしくて、できれば命の危険があるやつで頼んだぞ。ケネパベリーを取るときは周りに邪魔な竜がいないか確かめた方がいい。この緑トカゲ野郎、ケチンポ爬虫類、お腹と背中がくっついてなけりゃ誰がお前の取った腐った実なんか食うか。なら俺が全部食べる。やろう、もう頭きた。アハウはかつて古い遺跡に封印されてたんだ。俺は契約を結ぶことでこいつを解放してやった。遅かれ早かれドブに頭を突っ込んじまいそうなやつが今もピンピン生きてるとはな。はあ、まあいい。烈焔の国の至高なる領主の我が輩はこの地位にふさわしい美徳と教養を備えているからな。毎日俺に死んでほしくてたまらないってのがその美徳と教養なのか？俺が言ってんのは忍耐と時間のことだ。ま、とにかく弱みさえ掴んどけば邪悪な奴にも十分利用価値がある。クソキーニチめ、今日こそ他の奴の手を借りてお前を締めてやる。冷たいもの、辛いものは神聖なる体を侵すからダメだ。脂っこいもの、匂いのきついものは内臓に悪いからアウトだな。硬いものは噛みづれえし、かといって柔らかすぎても味気がねえ。一体何なら食べるんだ？へえ、お前の魂に決まってんだろ。いいか？わかったわかった。人に働かせる時だけ目をキラキラ輝かせやがって。モラの山でも見つけたのか？俺に頼らなきゃ飛べもしねえくせに。おい、お前に話してんだよ。いいからさっさと乗れ。偉大なる聖竜クフルアハウの背中に乗れるなんて一生にあるかないかの栄誉だぞ。ちょっとした森の旅だ。ルートは入念に計画したから俺の言う通りに進めば危険はない。安心しろ。約束した報酬だけ忘れんなよ。ああ、さあ乗ってくれ。誕生日おめでとう。